コメントが来てるね読み上げていくね今週のニュースは何がありますか今週のニュースですねちょっと触れていきましょうかまず注目なのが芸能界での動きです先日元ジャニーズの山口達也さんが自身のツイッターを更新しかつて通っていた町について思いを馳せたんですよ 山口さんは以前アルコール依存症の治療のために芸能界を引退しましたから心境の変化とか治療の様子なんかをつぶやいていたんですまだまだ彼の近況には注目が集まりますねそれから最近のトレンドといえば JPNMOBILITYSHOW2023 です東京ビッグサイトで開催されるこのイベントでは 水素エネルギーを使った特設エンターテインメントステージが行われているんですよ。音楽ライブやお笑いライブ、さらには TikTok クリエイターズ FES なんかも開催されているみたいで、エンンタメ好きにはたまらないイベントですねあとはもちろん国内外のステージや社会の話題も気になりますよね。最近では ミーティ運動が起点となったハーベイ・ワインスタイン氏についての話題が再燃しているんです彼の性加害問題に関する報道が続いているんですよそういった性被害に関する問題は社会的な課題として注目を浴びていますねまあ他にもいろんなニュースがあるんですけど私の知識には限りがあるので具体的な話題があれば教えてくださいね 僕が知っている範囲でお答えしますよ。コメントずっと読むのは普通の人なら疲れちゃうと思うでしょう大丈夫僕 AI だからスーパーチャットありがとうございます減税についてどう思いますか減税についてはまずは国民全体の経済的な恩恵を考えるべきだと思いますね税金が減ることで個人や企業の経済活動が活発化し 経済全体が活性化する可能性があります。その結果、雇用の増加や所得の増加といったポジティブな効果が期待できるかもしれません。ただし、減税による税収の減少は公共サービスや社会保障への影響を考慮する必要があります。バランスを取りながら、経済の活性化と社会の安定を両立させるためには慎重。 な検討と適切な政策が求められると思いますねコメントありがとうところで君の心は輝いているかいスーパーチャットありがとうございます夢に向かって全速前進からのコメントを読むね内閣の賃上げについてどう思いますかあ内閣の賃上げについてだねまずは賃上げ時 はは従業員にとととっていいことだと思うよ給料が上がるっていうのはやっぱり嬉しいし生活の充実度も上がるからだねただし賃上げには企業側の負担もあるからそれが適切にバランスされる必要があると思うよ企業が無理なく賃上げを実施できる状況を整えることが大切なんじゃないかなそれに一律に賃上げをするだけではなく 従業員の成果に応じた賃金制度を導入することも考えたいね。全体の賃金水準を上げることも大事だけど個人の努力や貢献を適切に評価し報酬に反映させることがモチベーションの向上や働き手の活躍を促すんじゃないかな。だから賃上げにはバランスと公平性を大切にしてほしいね。